アントル社は、バレエにおける技法の一つ。両足で踏み切って垂直に跳躍し、対空中に両足を交差させる動きで、両足あるいは、片足で着地する。足を交差させる回数によって、アントルシャカトル、アントルシャシスなどの種類がある。バレエにおいては、男女の別なく頻繁に用いられる技法である。アントル社という単語の起源は、 元々はイタリア語のイントレッチャーレもしくはカプリオーラ、イントレッチャータからと言われる。カプリアラはラテン語のケーパーから派生した言葉で、元々はヤギの調約を意味し、イントレキタはイントレケアの過去分子のため、カプリオーライントレッチャータは両足を編み合わせた調約を表す。アントルシャワイントレッチャータ、もしくは名詞のイントレッチョがフランス語化したものとされる。 アントルシャは、もともと男性のみの踊りであったが、18世紀に入ると、女性ダンサーも踊り始めた。女性ダンサーとして初めてこれを踊ったのは、1726年にパリでデビューしたマリー・カマルゴと言われる。卓越した舞踊技術の持ち主だったカマルゴは、それまで男性のみの踊りとされていた、カブリオールやアントルシャ・カトルなどの跳躍や、素早い足技を取り入れた。 カマルゴは、素早いアレグロの動きを楽にこなした上で、足先の細かい妙技が、観客からよく見えるようにするため、当時使われていたかかと付きの舞踊靴やクジラの骨を、使ったパニエで大きく膨らませた、重たく非実用的なスカートを拒絶した。そして、かかとなしの舞踊靴を履き、膝から下がよく見えるように、スカートの裾を切り詰めた衣装で舞台に登場した。 カマルゴの衣装改革は18世紀当時としては大胆な試みであったが、それは現代まで続くバレエ衣装改革の先駆けとなった。アントルシャシスバレエの技法においては、跳躍してから伸ばした両足を接触させるか、すれ違わせてから引き離す一連の動きを足を打つと表現する。アントルシャはカブリオールやブリーゼと共に打つパに分類され、打つパはバッチュもしくは、 バッテリーと総称される。アントルシャは足を交差させる回数で呼び方が異なる。回数は足を開くのと閉じるのをそれぞれ1回と数える。実際の舞台においては女性ダンサーはアントルシャカトル、男性ダンサーはアントルシャシスが一般的である。女性ダンサーの場合はジゼル大二幕でのカトルの連続や白鳥の湖の4話の白鳥の踊りなどが名高い。 男性ダンサーでは、眠れる森の美女第三幕の、青い鳥のバリアシオンでの十連続のシスは、難度が高く、作品の見せ場となっている。なお、アントルシャには、片足で着地するものも存在する。アントルシャトロワは右足を前にした5番ポジションから、両足で踏み切って垂直に飛び、空中で足の前後を入れ替えると同時に打ち合わせ、左足で着地する。以下。 サンク、セット、ヌフと続くが、可能不可能は別として、足を打つ数は無限に増やし得る。片足で着地するアントルシャは、着地時に右足を、シュルルクドピエにした位置によって、ドゥシューデサと、ドゥスーデイスー、または、ドゥバンデイボンと、デリエールデリーターがある。AB シュールルクーデパイド、直訳すると、足首の上にという意味で、 片足がもう一方の足首に触れている状態のこと。日本では、スユルルクドピエあるいは、単に、ク、ドピエなどとも言う。ケイブリエル、カプリアラと同様に、ラテン語の、ケーパーから派生した言葉で、まっすぐに伸ばした両足を空中で打ち合わせる動き。通常は、男性ダンサーが行う跳躍で、ジゼル大二幕のアルブレヒトのバリアシオンなどで見られる。ブリゼイ。 動詞ぶり勢の過去分詞から派生した言葉で、割る、打ち砕くなどを意味する。片足で踏み切って飛び、空中で足を打ち合わせた後に、第5ポジションで着地する動き。女性では、ジェンツアーノの花祭りのバリアシオン。男性では、グランパクラシックや、眠れる森の美女第三幕の、青い鳥のパド・ルコーダなどで見られる。バッツ、バッテリエは、共に、打つという意味を持つ。 跳躍して、空中で、足の前後を入れ替える動きを、シャンジュマンドピエ、または単に、シャンジュマンと呼称する。ABCDEFGHIJ カワジ、PP97 から100、ABCD、バレエ用語集、PP74F、ABCDEFGH、干渉者のためのバレエガイド P42、ABCDEF、審判バレーって何、何 1> p 1 0 7 a b c d e f g h i j k l m n o p 赤尾、p 125, ji, p 9 6から 103ab オックスフォードバレーダンス辞典 p45ab オックスフォードバレーダンス辞典 p125 ワジ、p93 ダンスライブラリー用語講座バッチチャコットウェブマガジンダンスキューブ2013年8月13日閲覧 ab ワジ TP60 から62ありがとうございます。